1995年8月28日 US オープン。ある一人の男が将来のグランドスラム優勝選手を相手に、あと2ゲーム取れば勝利という場面で痙攣に襲われました。男はあまりの痛さにコート上をのたうち回りましたが、激痛に苦しむ彼の姿を見ても誰一人として助けようとせず、誰もが傍観するだけでした。結果的に約3分間男は苦しみ続け、試合を棄権することになりました。なぜ誰も助けようとしなかったのか。この異様な光景の裏には世界一負けず嫌いなこの男の意地とプライドが隠されていました。ということで今回は松岡修造選手がペトルコルダ相手に奮闘した1995年の US オープン1回戦を振り返っていこうと思っています。はい、こんにちは、モリスです。自分はこの他にもプレー解説や掲示板で話題になっているニュースなど、皆さんのニーズに応えられるような動画を日々頑張って考えて作ってますので、ぜひチャンネル登録やいいねボタンで応援してくださるととてもありがたいです。はい、では早速やっていきましょう。まず最初にこの試合に挑んだ時の松岡選手のツアーでの立ち位置っていうのを軽く振り返っていこうと思うんですけど、彼は US オープン直前のグランドスラムである1995年のウィンブルトンですね、ベスト8入りを果たしています。準々決勝では当時世界ランキング2位だったピート・サンプラス相手にファーストセット先取するなど、当時のアジア人選手としては前代未聞の戦績を挙げまして、彼には世界的な注目が集まっていました。おそらくこれは日本の近代テニスの歴史に初めて光が差した瞬間でもあると思うので、本当に有名な話だと思います。しかし当時の松岡選手にはあるテニス選手としての欠点が存在していました。それはスタミナなんで5セットマッチを戦い切ることができないことですね。松岡選手は188センチと日本人としては恵まれた体格を持っていました。それゆえにプレースタイルとしてはビッグサーブを基本としたいわゆるキープして逃げ切る形のゲームメイクを得意としていたんですけど、ちなみにファーストセットを彼がね先取した時の勝率は 75.9% だったそうです。これやばいですよね。ですけど逆に試合が長引くクレーコートの試合や5セットマッチで争われるグランドスラムでは彼は試合終盤に力尽きることが多かったです。キャリアで経験した5セットマッチは彼12試合やってるんですけど、そのうち勝てたのはわずか3試合。試合中にこの1球は絶対無理の1球なりとね、彼は叫んでしまう場面っていうのが普通に有名だと思うんですけど、そんな愚直な性格からか最初から全力投球でスタミナ温存するみたいな器用な戦いができるタイプではなかったんですよね。加えて松岡選手はフットワークが悪く足の故障癖がありました。主に苦しんだ怪我をピックアップさせていただきますと、両膝の半月板の損傷、加えて足首の靭帯3本全てを断裂したことも彼はあります。この怪我はズベレフが去年のフレンチオープンで本当にねひどい転び方して怪我した部分と全く同じなんですけど、度重なる大怪我の影響や安定してツアーを回ることができなかったことが原因で、松岡選手はランキングが下がってしまうことっていうのもたびたび経験していまして、とにかく彼にとって長期戦というものは普通に苦手な部類でありまして、怪我のリスクっていうのも松岡選手にとっては常につきまとうものだったといえます。そしてウィンブルトンの後に開催されたグランドスラムの US オープン、彼は壮絶な経験をすることになります。US オープンはグランドスラムの中では一番最後に開催される大会でして、1881年に創設された歴史あるトーナメントですね。最もドミネートした選手は5連覇を経験したフェデラーが挙げられると思うんですけど、実は US オープンって開催された当初実はクレーコートで開催されていたってことは皆さんご存知でしたか？もし今もね US オープンがクレーコートだったらっていう風に想像してみると、ナダルの記録が本当にやばかったんじゃねみたいな、そういう妄想とかも膨らむんですが、とりあえずその話は置いておきまして、松岡選手は US オープンの1回戦でペトルコルダと対戦することになりました。ペトルコルダ、コルダなんか聞いたことあるぞっていう風にね思った方もいると思います。それもそのはず、彼は現在ツアーでメキメキと頭角を現しているセバスチャン・コルダの父親です。ちなみにセバスチャンには2人のプロゴルファーの姉がいます。一方のネリーは東京オリンピックで金メダル取ってたりもするので、聞いたことある方もいるかもしれません。そんな父親のペトル・コルダなんですけど、彼は全てのグランドスラムでキャリアの中でベスト8入りを経験している一流選手です。キャリアの自己最高ランクも2位ということで、松岡選手にとっては格上といえる存在だったといえます。ちなみにコルダはこの試合をこなした翌年、全豪オープンを制覇することにもなります。
将来のグランドスラム王者を前にした松岡選手なんですけど、彼は実力のすべてをやっぱり発揮しなければやべ勝てないみたいな、そういう相手だったのにもかかわらず、この時彼は万全な状態とは言えない中での参戦でした。なぜかと言いますと、直前の大会で彼は足の肉離れを起こしていました。本来 US オープンスキップする予定だったんですよね。治療を受けたことで回復したこともありまして、結果的には出場するという決断を彼はするんですけど、この怪我が原因で松岡選手はひどい痙攣に苦しむことになります。この試合、松岡選手は第1セットを落としたものの、第2セット第3セットは得意のサーブを起点にタイブレークを2連続でものにします。松岡選手がリードする形になったんですよね。しかし試合が進むにつれて彼の足の痙攣はひどくなっていきました。第4セット 5-5 であと2ゲーム連続で取れば松岡選手の勝ちという場面で、自分のサービスゲーム、彼はフォアハンドのウィナーを放った瞬間コートに崩れ落ちました。当時の ATP ツアーにおけるテニスの規則っていうのはですね、痙攣は怪我とは認められていなかったんです。怪我やトラブルの治療時間として試合中に認められている3分間のメディカルタイムアウトっていうルールがあるんですけど、痙攣はその対象ではなかったんですよね。そのため松岡選手は苦痛にもだえ苦しむことになるんですけど、誰も助けることができませんでした。なぜなら触った瞬間に彼の負けが確定するからですよね。なので松岡選手はコート上に放置されたままとなりまして、さらに25秒ごとに遅延行為によるポイントペナルティを審判から取られ続けます。加えてついには2分以内に試合を再開しなかったとしてゲームペナルティを取られ、失格を宣告されることになります。ボクシングならまだしも、審判からカウントされながらただ敗北を待つ松岡選手の姿というのは、当時のファンからしても見るに耐えなかったと思います。おそらく僕たち世代は今となってはね、トンネルズにこの場面よくいじられていたっていう記憶が新しくてネタとして認識されつつあるシーンだとは思うんですけど、実は当時の反響っていうのはものすごかったらしいですね。松岡選手がウィンブルトンでベスト8に進出した直後でもあったので、この試合は世界各国で放映されていました。このあまりにもむごたらしい結末っていうのはやっぱりいろんなファンが見たことで大きな反響を呼んだんですよね。そしてその結果できたのが修造松岡ルールです。これかなり有名なので知っている方も多いと思いますが、まあ、メディカルタイムアウトの取得条件の中に試合中の痙攣治療も認められるようになったんですよね。なので松岡選手はテニスのルールを新しく開拓した数少ない選手の一人として歴史に名を刻んでいることになります。で、自分は本当に松岡選手のすごいなと思った部分がありまして、この痙攣で失格になった後の会見で、彼はこれは正しいルールだと思います、選手に手を出すべきではないと思う、痙攣もそうだし自分はもっと鍛えなきゃいけない、これはただのルールだと思うし賛成ですっていう風に言っているんですよね。痙攣といえば今年の全豪オープンでドレイパーがナダルと戦った時に、痙攣さえなければ実力発揮できたのにっていう風にね、彼悔しそうに話していたっていうのが自分の中では記憶に新しいんですけど、松岡選手は潔くね、痙攣のせいにするんじゃなくて自分の鍛錬が足りないってね、努力不足を嘆いたんですよね。彼の持つ気高いスピリットっていうのはリスペクトに値すると自分は思います。そしてこの試合から数年後、松岡選手は30歳で引退するっていうことになるんですけど、今でこそ彼ネットミームですとか、晴れ男だとか、やれ富士山だとか、いじられキャラなイメージ強いんですけど、本当に怪我さえしなければもっと上に行っていたかもしれないキャリアを彼は過ごしていたと思います。今ジョコビッチのコーチをしているイワニセビッチですとか、グラスの貴公子エドバーグ、エドベリーっていう風にね言うこともあると思うんですけど、この2人に勝ったことありますからね。加えて彼フットワークとかストロークがやっぱり未完だったってことも考えますと、伸びしろとポテンシャル本当に高かったんじゃないかなと思います。彼がいなければやっぱり錦織選手の存在がいなかったかもしれないっていうことも考えると、彼のことはね日本人として本当にサポートせざるを得ないですよね。現在は悪用する選手がちょっと出てきたために、修造松岡ルールっていうのは事実上の廃止、新しくルールっていうのが上書きされてる感じになってるんですが、改めて考えてみても日本のテニス選手がツアーのルールを変えたっていうのは本当にとんでもないことですよね。テニスのルールっていうのもね、昔とは違いガンガンこれからもね変わっていくのが常だと思います。サービスクロックですとかオンコートコーチングなんかね大きな話題呼んでましたけど、
松岡選手がやっぱり世界に見せつけたガッツ、今の若いテニス選手たちにとってもぜひ知っておいてほしいものですし、何よりね、彼の最後まで諦めないタフネス。普通だったらね、あんな誰も助けてくれない状況でずっと痙攣我慢するなんて普通の人だったらできないですよ。なのでね、彼のああいう部分っていうのは現代人においてもすごい学べる部分だと思います。自分もね、リアルタイムで彼のプレーが見られなかったのがちょっと残念だなっていう風にね、しみじみと感じます。というわけで今日は以上にしようと思います。自分はこの他にも動画作ってます。ぜひね、面白いと思ってくれた方はチャンネル登録やいいねで応援していただけるととてもありがたいです。はい、ではありがとうございました。